だからそうですね。でも俺はなんか亮が、うん、いやもう、わかりました、もう好きなこと、思ってることを言います、漫才します、みたいなやった時に、はい、あ、よかった、もう亮が、負のオーラを、うん、その、正しい陽のオーラに変えて漫才をやってくれるんだと思ったら、はい、また、あっさみたいな。いや、でもそうですよ、そうですよ。で、漫才だけは、うん。楽しいんですよ。やってて。ああ、そうなんや。やってて楽しいですけど、だから、うん、もっと気持ちよくやりたいんですよ。ああ。まあでも、いきなり気持ちよくはなんないよ、絶対。そうっすよね。やっぱもう、キモいだの。そうっすよね。おもんないだの、やっぱ言われて、それをやっぱ。なんでそんなこと言うんだよ。変えていかないと、やっぱ、笑ってくれるように。今どうですか、先輩から見て、僕ら。あ、コトラ？はい。いや、でも、全然、うん、もう別に全然傷つけてくれても構わないです。全然正直にください。傷つけねえよ別に。いやそんな偉そうに言える立場じゃないし。でも今一番ね、あのユニットというかああいうライブも一緒にやらせてもらってますし、うんうんうん、やっぱ今年のやつをやっぱ見ていただきたいので、うん、今年の。でもなんか量がでもなんか楽しく俺は思ってること、うん、やりたいことを漫才やりますって言った時、うん、あ、めっちゃいいやん、素晴らしいやん、うん、なんかあいつがどうだ、なんで上がれねえよ、作家がどうのみたいな言ってるけど、うん、あ、そっちの方向にね、はい、なんか腐らず、腐っちゃう人もさ、はい、いてもまあおかしくないやん。もうやめろ、こんな、うん、俺が面白いと思われない、うん、世界やめてやるって、乗らないのめっちゃ素晴らしいやん。うん、だからめっちゃいいんじゃない。でも結果がすぐやっぱ出ないよ。そんなもんは、俺らもそうやしさ、みんなそうやん。そうなんすね。うん、だから別に。さすがだよ。腐らずにやればいいんじゃない、うん、俺らもさ、やってるしさ。ムキムキお肉映像見ました？あ、見てない。見てないですか。うん、まだ見てない。ぜひ見てください。うんうん。見ても。いや、でも素晴らしいライブだよな、やっぱ。あれは素晴らしいライブです。大御所さんとかやっぱね、三川さんもすごいし。そうですね、本当にもう。TC さんもすごいしな。勝ちて。勝ちたい。勝ちたい。勝とうよ、マジで。だって絶対俺が一番好きだもんと思うんですよ。お笑いを？うん。いや、いいやん、じゃあそれで。そう、俺が一番、うん、俺は、一番面白い。うん。とは胸を張って言えないけど、うん、でも好きかどうかで聞かれたら、うん、絶対俺が一番好きだからなと思うんですよ、うんうん、じゃあもう頑張るしかないよ。その俺が好きな吉本芸人になるために。マジでなれない。いや、なれないよ簡単に。やそりゃちょっと笑わしてさ 4,5 分でさお給料もらうわけやからさ、それやっぱね、やっぱ難しい。え、でもやっぱ、うん、さっきのお話聞いてると、やめようと思ったこととか別にないと思うんですよ。あ、でもコロナになってさ、はい、劇場も封鎖しますみたいな時は、はい、マジやばってならんかった？ならなかったです。あ、そうなんや。むしろ、うん、全員の動きと思ったらよっしゃ。あ、そっち、はい、よしよしよし。だからこれで動けてるやつは、うん、どういうやつだろうなと思って、ね、すぐになんか YouTube とか始めました。あ、なるほどね。でもコロナの時は、やばいっていうか、そのちゃんと、仕事、バイトとかもさ、ちょっともう時短営業しますとかさ、はいはいはい、俺飲食店だったんだけど、はいはい、これ大丈夫なんかなっていう。で、借金とかはしたくなかったから、はい、もうバイトめっちゃしてたから、その時。これ大丈夫かな、芸人続けられるんかなと思ったけど、なんかめっちゃ滑って、うわ、やめてえなとかは、ほんまないかもな。なんかもう滑るやろと思ってるし、いつも。面白い人たくさんいてさ、そりゃ俺滑るやろっていうスタンスやから、その一撃かませた時とかは、シャーってなるっていうか、それを俺らは拾い集めて、今までずっとやってるから。そう、なんかね、滑ったら嫌われるってまだ思ってるんですよね。ああ、いえ、それはないし、別に。ギラギラもっとしたいのに。ああ、だから、りょうはお笑い、俺が一番好きや。俺らはもう売れてやる、明日売れてやるっていう、プレッシャーに多分縛られてるんじゃない？縛られてる。うわ、滑った。なんで一番お笑いを愛したら俺が滑るんだって、なっちゃってるんだよ。俺らは逆やから。いや、そりゃ、そうか。俺らは、面白くないから。もうマジそのマインド欲しいんだよ、俺。ああ、でもそうか。そうなれたら、俺は楽やと思う。その向上心ないかもしんないけど、俺はなんかそのスタンスというか。そうですね。かなって思う。やっぱ、令和ロマンが決勝、決まって、はいはい、あさってぐらいに決勝みたいな時に、チーのライブで一緒だったんや。はい。で、なんかネタ合わせしてさ、なんか車にさ、うん、M1 のネタバレやめろよとか言って、なんか、キモい絡みとかしてさ、うん、俺 M1 見たいからさ、やめてネタバレじゃんみたいな。いや、出るんすよみたいな。あったりとかして。で、パッて見たらさ、もう車のさ、あの、パソコン
にもこの日はこのネタやって、ここはこうだみたいなの、ちょっとちらっと見えちゃったの。はい、やばーと思って、そりゃそうですよねってなった。うん、そりゃ勝てないよってなったし、うん、やってないしなーって思って、うん。だからやっぱ、そんなわけないと思ってやってるから、俺は。受けたらラッキーぐらいの感じやってるから。マジで25年目ぐらいに、お笑いのし稼ぎで食えたらいいなってやってるから。俺はそのすごいハードルが低いから。全然すごい。全然すごい。え、りょうってさ、はい、誰が一番好きな芸人。芸人になろうってなった時に、この人になりたいとかさ、あるやん。なろうってなった時ですか？芸人を、俺は NSC 入るぞってなった時さ、誰に憧れて入ってきた？でもまあみんな、みんなですね。でもやっぱニューヨークさんとロシアンモンキーさんと答えてます。ああ、そうなんや。って思ってますけど、でも、みんなですね。うん、一番最初に、うん、この芸人さんが面白いなって認識したのは多分サンドイッチマンさんだし。ああ、M1 で？いや、もっと前です。へぇー。エンタの神様。あ、エンタとか出てたもんね。ですね。すごかったもんな。うん。サンドイッチマンさんが出てる日のエンタはもう当たりやって思ってたわ。思ってました、思ってました。ね、1ヶ月1回ぐらい出るんですよね。うん。そう。それ大好きで。ああ、そうなんや。うん。ニューヨークさんもな。俺らが初めて1年目の5月かな、はい、に、あの当時の無限大の一番下のトライアルオーディションに勝ったのよ、はい、初めて、はい、でサバイバルバトルじゃない、あのサートラチェンジです、ね、サートラチェンジ行った時に MC があのニューヨークさんやったの、はい、でまだ面白そう出る前のジャンゴさんがドカウケしたのよ、はいはい、でもニューヨークさんがすごすぎて MC が、はい、何言ってももう 満席の無限大ホールがバーン受けて、平場とかでも誰かいじったらバーンみたいな、うわ売れてる人ってこうなんやと思って、ニューヨークさんはマジでそこで1年目の5月にうわこんなに受けないとダメなんだと思ったな。その時もまだニューヨークさん賞レース決勝 M1 とかは行かれてなかったから、うわこんな面白い人でもう劇場でなんやみたいな、俺らはダメだと思って。俺ちょっと一回なんかもう、なんか人間と絡むこととかをやめたらいいのかな。何を言ってんの人間と絡むことをやめる。なんかね、わかんないですよ。いや、りょうはでも逆に人間と絡んだ方がいいよ、絶対。本当ですか。うん。先輩とかに失礼って言ってくださいよって言って、でも絶対その負の感じは出したらダメだと思う。僕なんかダメですよって言ったら、普通になんか嫌じゃない人としてさ。いや、ですよ。そのやめ、キモいやん。やめてください。その正しいことを言わないでください。なんでだよ。本当にそうだからやめてください。そうなんかさ、劇場メンバーのさ、兄さんとかに撮影ててくださいよって言ってさ、いいですよね。劇場メンバーで。ソファーで、マットレスで寝て、僕もあの時寝てたのにやったら、そうそうそう、こいつってなるやん、普通に。なってたじゃん、じゃあ。普通にキモいやつになるやん。はいはい、そうですね。どうしたらいいですかぐらいの感じで、うん。まあそうですね。うん。普通にやっぱ人と喋って、その、明るい人間になった方がいいと思う。明るいよ。いや、怖い。黒光りしてる量は。なんか明るいと見せかけて、その黒光りやから。そんな夜沢翼の光り方してます、僕。いや、してるよ。いや、でも、うん、そうですね、でもとか言っちゃう。いや、全然。なんかでもそうですね、なんか原さんとか、うん、でもたぶんメゾさん、お二人ともと喋るときは、うん、もうでも、この感じじゃないですか。うんうん、文句こそ言うけど、うん、そなんか、ちゃんと、ツッコミ求めてちゃんと文句言ってるじゃないですか。いや、待ってください。言わせてくださいとかじゃないじゃないですか。どうしても言 う。どうしてもぶっ刺しやりたいじゃない。結構苦笑いの時間とかあるよ。やめてくださいよ。まあ、りょうにこれ、おいとか言ったらなんか。ない泣いちゃうよとか言うかなとか。いや、泣いちゃうよは言いますよ。泣いちゃうんだから。泣いちゃうなよ。ああ、でも、そっか。俺でも、お礼参りかな。うん、うん、うん。お礼参りですね。渋谷のね。渋谷のとこ、俺らが呼んでもらったのは渋谷のとこじゃない、バグチカのとこ。あ、バグチカ、バグチカ呼んでもらったの。もうですし、あと多分この間の純情のお礼参りの方に出てもらった時に、うん、原さんが面白かったって言ってくれた。あ、おもろかった、おもろかった。俺そのまんまマジで一人でご飯食べ行って、うん、ふくってなって、本当にそれどういうあれで、嬉しいで、嬉しいで。ああ、いや、いいよ。だって俺その LINE で送ったじゃないですか、うんうん、本当に本当に泣いちゃったんだもん。あ、そうなんや。感受性豊かやな。 もしかしたらそうなのかもしれないです。この波をさ、小さくしたい。上だけやったらいいけどね。本当に
これどないしましょう本当に。なんで関西弁になった。俺明日だから、うん、明日心配っすもん。明日ね、アロハペンギンの春樹と、うん、それこそピーピーと、オニプリンピーピーと、うんうん、田中風太とか、うんうん、なんかそういう、なんか同期たちと、あ、田中風太も今日いたぞ、そういや。あ、風太じゃないか。相方か、前の。ああ、はいはい、ブースか。やつぎですよね。ベストコンディション。あ、やつぎ、そう、やつぎ、ベストコンディション、あ、ベストコンディションズや。の、やつぎ。おった今日、入れ替えさん。はい、言いましょう。うん。とかと、明日バスケするんですけど、俺、春樹に明日おめでとうって言えるか、いや、言えよ、絶対。いや、言いますけど。でも、その、なんか、含みある、含みある。はやばい。心が、でもそれは、今のままだったら含みある。表情が作れない。そう。うん、なんだよ、お前、それを待ってる、おめでとうはダメで、絶対。おめでとうって、つそう。いや、よかったやんって心から言える人間になった方がいいと思う。俺は。原さんが心綺麗すぎるんだよな。いや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 。なんだよ、負のオーラって。ないよ、原さん。いやいや、あるよ、全然。なんかだから、嫌なことあった日とかに、うん。なんか、じゃあ、ご飯連れててくれって、嫌なことあった日怖いって。そうそう、でも原さんがもう、うん、俺と同じ駅住んでたのにいなくなっちゃったから。ああ、そうね、荻窪住んでたからね、引っ越しちゃったけど。フックで働いてたの。そうな。寂しい。まあ、うん、ちょっとでも本当に、うん、ちょっと頼ります。いや、それはもちろん俺でよかったり。いや、頼ります、頼ります。別になんか、ネタのさ、鋭いアドバイスができるわけでもないしさ。いや、でも普通に感想とかもらいたいです。だからもう面白かったでいいんですよ、ね。面白かったとかしか分かんない、俺は。これはした方がいいよとかは。でも分かんなかったら分かんなかったって言ってくれるから、原さん。ああ、あのネタ分かんなかったとか。はい。そうですね、でも。俺らのやり方と結構似てるというかさ、吉野が、はい、俺らも吉野が思ってることとか好きなことバーって言って、うんうんうん、俺は、うわーとか言うだけだから。確かに。そういうアドバイスはできるかも。なんかでも原さんが、うん、その、俺原さんは別に先輩として尊敬してたけど、うん、ツッコミの先輩として別に、すごい袖で見に行って原さんで勉強しようとかは、なかったんですよ、うん、1年目、2年目ぐらいの時、うんうんうん。こんな変わるんだっていうぐらい今なんか、嬉しいな。こんなワード出てくんだ、この人みたいな。なんか俺、すげえって思っちゃう時があって、なんかそれで、うんうん、なんかいじられてる時とか、うん、すごい。嬉しいな。みたいなのはよくあって、いやでも一番嬉しいかもそれは。俺でも本当になんかそれは、うん、舞台数と努力で、うん、こんな変わるんだ。俺そんな変わんねえと思ってたんですよ。誰も、うんうんうん。急にネタ面白くなるとかたまにいますけど。ああ、はいはいはい。でも別に普通にそのまま面白かっただけだろうなとか、うんうん、急に誰かが評価をコロッと変えただけだろうなとか、うん、なんか、うんうん、そんなに変わんないだろうな。うんうん、目に見えて、もしくはその見方が変わるだけ、じわじわのアハ体験すぎて別に誰も気づいてない、うん、徐々に面白くなってったなとかだと思うんですけど、うんうん、原さんは、うん、ここからここまでに変わってったのが、うん、すごい目で見て分かる、こういう変わり方をしたから嬉しいな。俺は、うん、普通になんかかっこいいなって思ってました、マジ、うん、でも俺は結構そのやっぱネタはツッコミ台詞とかも全部吉野に考えてもらってるから、はい、その平場とかは俺のワードを切ろうっていうその目標を立ててやってるから嬉しい。万歳のツッコミもですよ。本当、うん、それは多分吉野が作ったやつよ。あ、別にワードとかじゃなくて、そう、別にそのなんか、あ、その言い方とかスピード感とか、嬉しいな。メゾンさんの漫才をなんかそう聞き心地がすごい良くなった、うん、マジこれは思いました。嬉しい。なんかね、昔の配信とか別にまだ見れるんですよ。あ、そうなん？まだ見れます、まだ見れます。レミーノとかで見れますよ。レミーノ？レミーノ。あの？レミーノプレミアムで見れますよ。あの、ファイナルステージを独占配信してるおなじみの？レミーノ？レミーノで見れますよ、サードクラスの。あ、サードバトルとか見れんの？はい。昔の俺の方がでも楽しそうではあるんですよ。でも、うん、この値段どこがダメか自分でわかるから、自分がやる。うん。うんうん。いや、だからわかんねえっすね。で昔の方が楽しそうでした。多分。あ、自分が。自信あって。ああ、うん。今怯えながらやってる？今怯えながらやってる。あ、そうなんや。うん。ナルトみたいになりたいっすね。ちゃんと強くなりたい。落ちこぼれがそのまんま行くみたいな。うんうんうん。そうです。うわぁ、ちょっと。でも頼ります。いや、俺でよかったら頼ってよ。ありがとうございます。うん。今日も来ていただいてありがとうございます。うんうん。ありがとう。はい、また。
お願いいたします。なんで？いや、泣いてない。全然全然全然。本日の差し回しゲストの原さんでした。ありがとうございました。毎回泣いてるけどな。